ちょっとお腹すいたから。はがリンゴ一つ自分で取れずに泣いていたガキが少しはマシになったようだな。僕ここに置いていった。おじさん、俺はピッコロだ、覚えておけ。ピッコロさん、お父さんが昔戦ったことがあるって言ってたあのピッコロさん。少しは父親から俺のことを聞いていたか。ならば俺の恐ろしさも聞いているだろうな。確か昔はピッコロ大魔王っていう悪いやつだったって。では本格的にしごいてやるとするか。まずは飛べるくらいにはなってもらうぞ。よし、そうだ、木のコントロールができ始めたようだな。浮かれていられるのも今のうちだ。本当の戦い方を教えてやる。手合わせの準備をしろ。準備ができたら俺のところへ来るんだ。念のため言っておくが、逃げるなよ。いいな。なんとか飛べるようになれたけど、母さんと手合わせか。ちょっと怖いな。僕でもなんとか勝てそう。ピッコロさん、もっと優しければいいのに。このままじゃ死んじゃうよ。逃げずに来たな。始めるぞ。さっさと構えろ。はい。見るのではない、感じるんだ。どうしたらいいか考えろ。そして動け。あとたった6秒しかないんだぞ。この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。ねえ、ピッコロさんは昔お父さんと戦ったんでしょ。う
まだ戦いは終わっていない。サイヤ人を倒したら次は貴様の父の番だ。でもお父さん言ってたよ、生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。ち、僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕置きじゃないぞ。いいぞ、カイオ様。このオーレンガの超スピードを見事捉え、元気玉を使いこなしてみろ。ん？そりゃ！いや！おお、あっさりと。まあ見事だ、孫悟空。苦労したもん。何度もくどく言うようだが、元気玉は全てのものからあらゆるエネルギーをほんの少しずつ分けてもらい、それを集合して放つ技。下手をすれば守るべき自分の星ですら破壊してしまいかねん、とんでもないパワーがある。どうしようもなくなった時にのみ一発だけ使うことを許す。思った通りのすごいやつじゃ。こいつなら修行を耐えきれるかもしれん。休んでる暇はないぞ。食事と睡眠以外はこの俺との戦いだ。覚悟しておけと言ったことを忘れたか。でも少しくらい。甘ったれるな。死にたくなければもっと強くなるしかないんだぞ。この俺よりも、そしてサイヤ人よりもな。分かってるけど。くだらんことを言う暇があるなら戦え。わば。ひとまず飯だ。続きはそれからだ。食べる時と寝る時以外ずっと修行ばかりやってたら、強くなる前に僕死んじゃうよ。それに僕なんかがお父さんやピッコロさんみたいに強くなれるはずないし。そうだ、どうせならこのまま家に帰っちゃえ。よし、ちょっと食べ物を探してこようかなーと。ピッコロさんの方が断然強いよ。あんなに修行しても僕ボロボロになっちゃうし、僕なんか邪魔なだけだよね。まずい。Yeah!
すまんな。やれやれじゃわい。あれ？そうじゃ。ありがとうございます。どうしよう。Thank you.
お母さん元気かな。お母さんのご飯早く食べたいな。お父さん知ってるの？そりゃもう一緒に冒険したこともありますから。へえ。僕はプーアル。悟空さんから聞いたことは全然知らないよ。あの悟空さんですもんね。でもヤムチャ様の話は聞いてるでしょ。ん？別に聞いて。当然聞いてますよね。どうしてここに？そうだった、いけない。ヤムチャ様にご馳走を作ろうと思ってたんです。この辺りは新鮮な食材が多いので集めに来たんですよ。そんなわけで僕は食材集めに戻りますね。もう少し集めたいですし。僕もお腹空いてきちゃった。お母さんに何を作ってもらおうかな。やっぱり肉まんかな。うわー、やめろThank you.
かもしれない。用心しなきゃ。ありがとうございます。それにしてもとっても強いんですね、ごはんさんって。わ、そうなの？気づいてなかったんですか？まるで天下一武道会で優勝した時の悟空さんみたいでしたよ。お父さんみたいに？僕、そんなに強くなってたんだ。さすがは悟空さんの息子さんですね。勇敢だし強いし。僕なんか敵も追い払えないくらい全然ダメダメなのに。でも逃げなかったじゃないか。今ヤムチャ様は厳しい修行をしています。だからせめて差し入れでもと思って。それにヤムチャ様は言うんです、お前が期待してくれるから頑張れるんだって。だから僕も頑張らなきゃって思うんです。みんな頑張ってるんだ。いけない、そろそろ戻らないと仕込みの時間が取れなくなっちゃいます。助けてくれてありがとうございました。それではこれで。ゴロさんは怖いけど、本当に僕強くなってたもんね。もうちょっとだけ頑張ってみようかな。僕もお父さんやピッコロさんみたいに強くなって、お母さんやみんなを守るから。強くなれたのはピッコロさんのおかげだね。もっとしっかり修行すれば今より強くなれるかな。よし、頑張ろThank you.
ってないかな。謝ったら許してくれるかな、ピッコロさん。僕でもなんとか勝てそう。全力で来い。え？この俺を倒すつもりでな。どうした、俺や孫悟空のように強くなりたいんじゃないのか。は、はい。どうした、それでサイヤ人と戦えると思っているのか。行きます、母さん。ちょっと本気を出せ、死にたいのか。孫悟空の力はもっとすごかったぞ。ようやく形にはなってきたか、クソガキ。いや、ご飯。ありがとう、ピッコロさん。道着がボロボロになるくらい時間かかっちゃったけど。では、俺が新しい道着をくれてやろう。何か文句でもあるのか。うん、ありがとうピッコロさん。さて、いよいよ決戦の日が近づいてきたぞ。サイヤ人たちは明日地球に降り立つ。あ、しまった。何？どうしたんだ？お前が蛇の道を通って帰る時間を計算に入れていなかった。わしの背中に手をつけて地球の仲間にドラゴンボールで生き返らせてくれるように伝えろ。わかった。イデオ、シェンロ。頭の上の輪が消えたぞ。生き返ったのじゃ。急いで行け。はい、いろいろありがとう、カヨ様。じゃあな。
そして決戦の時は近づいた。激しき死闘、絶望を呼ぶ二人のサイヤ人。地球って言ったな。まあまあの星じゃないか。ピーピーうるさいひよこたち、挨拶してやろうかな。とりあえず戦闘力の一番高いやつを探すんだ。そいつがラディッツを殺したやつだ。あるいはカカロットの息子かもしれん。見つけたぞ。よーしナッパ、遊びに行ってやろうぜ。あ、ものすごい気が近づいてきてる。ピッコロさんに知らせなきゃ。
サイヤ人が。きっとピッコロさんも気づいてると思うけど。僕だけは勘弁してくれよ。